幸せを探して誰もが皆終わりを迎えこの世界に別れを告げる日が来るの。 旅立つ先はきっと天国でも地獄でもなくてこの世界のようで少し違うところ苦しみも安らぎもあるこの 消えてもまたたどり着くのはきっとあなたのもといつの日が消えても次の世界に行くだけまるで朝がやってくるように 夢から覚めるように。 背のある国2番地悲しみも喜びもあるあの世界で人で覚めるのとてもとても小さな幸せととても